お疲れ様です。長倉です。今日はですね、想像力が全てという話をしていきたいなと思います。想像力っていうのは、クリエイティブな方ね、クリエイティブな方の想像力が全てだという話をしたいなと思います。例えば、なんかこう営業職でも絶対俺クリエイティブが必要だなっていうふうに思ってるわけですよ。なぜならば、営業っていうのは相手がどう考えてるのか、どういう気持ちでいるのかっていうのは分からなければ売れないわけじゃないですか。例えば、じゃあ自分のプレゼンに対して相手がどう反応するのかとかも含めて分からなきゃいけないし、じゃあ果たしてこの商品を売るためにはどういうふうにすれば相手が反応するのかっていうところも考えなきゃいけないわけですよね。だから一見マーケティングとかはクリエイティブっぽいけども、営業職とかってクリエイティブ必要ないと思うかもしれないですけども、全然そんなことない、わけですよ。でもっと言うと、人間関係、僕らの人生にとってね、最大のテーマである人間関係ですよ。人間関係だって相手がどう思ってるのか、相手がどう思うのか、っていうところが非常にね、重要になってきますよね。でそれも想像力なわけですよ。まあ想像力、クリエイティブな方の、これは想像力じゃなくて、そのなんかイマジネーションの方でもあるんだけれども、要するにイマジネーションして、それに対してどういうふうに想像、クリエイティブな行動を取るのかっていう部分ね。で言うと、営業職とかですら、まあ、クリエイティブさっていうのは非常に重要なんですよね。で、まあ、人間関係なんかもそうなわけですよ。はっきりしてるか、ね、イマジネーション、想像もするけど、そこに対して、クリエイティブな、活動、クリエイティブな行動をしなきゃいけないわけじゃないですか。という形で、まあ、僕らっていうのは基本的にはクリエイティブにならなきゃいけない。で、まあ、少し前の話でかもしれないけども、クリエイティブクラスなんていうね、言葉が流行りました。でクリエイティブクラスに関する本も出ました。それはなぜかというと、クリエイティブな人たちが今後は稼いでいくよみたいなのが20年ぐらい前かな、結構叫ばれてたんですよね。で、まあそういう中でやっぱクリエイティビティってのは非常に重要だっていうふうに皆さんも思ってると思うし、まあ俺もすごく重要だなと思ってるんですけど、じゃあクリエイティブになるためにはどうすればいいかってことなんだけども、単純ですよ、これは。クリエイティブな人と一緒にいるだけ。これだけなんですね。だから本当にクリエイティブな人といるだけで人生ってのは面白いし、それだけでね、想像力、まあ両方の想像力ね、イマジネーションとクリエイティブ、両方の想像力がつくんですよ。そうすると人生ってのはね、見え方も変わってくる。一つの物事から見えることも変わってくるし、一つの物事から自分がやろうとするクリエイティブ、ね、ことも変わってくるということです。なので、これからの時代はクリエイティブが全て、想像力が全てです。その中で、じゃあどうすればいいか。まあ、ズバリですね、クリエイティブな人たちといる、クリエイティブな人たちっていうのは、まあ、じゃあどういう人かっていうと、まあ、本当に単純ですよね。まあ、一番わかりやすいのはクリエイティブな仕事をしている人たちですね。芸術家、アーティスト、ね、もの同じか、ということでですね、まあ、そういった形で、そういう人たちと一緒に絡む機会とか、そういう人たちのワークショップとか、もちろん、ね、美術館に行くとかも含めてですね、そういう、クリエイティブな、作品だったりとかに触れるってことも重要かなと思います。ということで、今日はクリエイティブの重要性について僕話しました。ということで次回お会いしましょう。